ミーアキャットがフラミンゴ。これは体操のお兄さんがね言うやつですわね。原宿お寿司のラジオブンバボンですけどラジブン始まったね。ブンバボンって言っても何のことか分かんない。誰も知らないよこれ。聞いてる人はこれね、もうすいません、育児これはもう禁断のワードに手を出したのブンバボンははぁってやつですよね。お母さんと一緒で毎回流れるブンバボンっていう ね曲なんですけどね。ミーアキャットがフラミンゴのところがね、うん、ランダムにフライパンになったりするっていうことがこの間ニュースで隠しブンバボン ねやってましたけど、ね、これ誰も興味なければもう全く興味ないです。全く興味知らない。やっぱ子育てしてるとね、まあ、僕と臼井さん、そうなんですよ、もうそう、娘がいるんですけども、結局その羽ね、生活の半分ぐらいそうなっちゃってるから、もう今はね、話題がやっぱそんなたまにはちょっともうこの育児っていうのを真正面から取り上げてみようじゃないかと。やっちゃおう、もう、うん、堂々と、もうだから本当胸を張って、うん、イクメンラジオですよね。イクメンラジオやろねえ。いやー疲れる。疲れんのよマジで育児って。子供は可愛いんですけどね。そう、大体みんなただ疲れるという、うん、このアンビバレンツな状態が、そうなんです、これ何年間も続くっていう。やめてくれ、やめろ。で、な、育児さ、育児の話になるとさ、うん、なんかいろいろとこうイクメンアピールみたいなのあるけどさ、はいはいはい、これやだっていう叫んでる人あんまいないじゃない、うん、これだけはやりたくない、もう俺これやりたくないって。いやもう今やね、多分そういうの言っちゃいけない時代でしょ、時代でしょ。それ言ってみよう、ちょっと俺ツイッターとかでだってやだって言ってたら、じゃあ子供なんて産まなければよかったじゃないですか。それなんだ、それ言われちゃう、さらされるじゃないですか、本当。もうだから言えないです。もうね、中にはブンバボンもう聞きたくないみたいな人も。それ相当末期だよ。ブンバボン聞きたくないわね。もう毎朝聞きますからね、そう、毎朝子供がお母さんと一緒8時から見ますから、ね、うん、ちなみにあれ夕方も同じのやってるから、ね、夕方もやってますね、うん。いやでもブンバボンはね、最初聞いた時何これって思った思った思った、ふざけてんのかな。そうそうそう、転調しすぎだろ。確かに転調しすごいんだよ。ただ何聞いてると、あ、転調した方がいいんだみたいな、なんか、あ、そうそうそうなんだ、転調した方がむしろ毎日聞けるわみたいな感じが、なんか、確かにスルメソングですよね、もう。ああ、あれが スルメソングか、うん、確かに、うん。あれさ、あのね、大輔お兄さんだった頃、うん、深く入っていくけど、はい、大輔お兄さんと、あと、たくみお姉さんだった頃さ、はいはいはい、あの、ブンバボンやってるアートにさ、うん、最後の曲になった時に入ってくるじゃん、はい、歌のお兄さんとお姉さんが。ね、その時に、うん、ブンバを歌ってるのは体操のお兄さんで、変な格好してるんだよ、体操のお兄さんって、うんうんうん。滑稽な格好してる、ピエロみたいな格好してるんだけど、はいはい、その後に体操のお兄さんが、うん、すっごいラフな、うん、なんかニットみたいので入ってくんのよ、はい、うん、めっちゃかっこいいんだよそこが。わあ、体操、あ、歌のお兄さんかっこいいって、体操のお兄さんだっすっていう。あれをね、すっごい感じてたっていうこと思い出したわ今。あ、すごい、やっぱ毎日見てるそういうめちゃくちゃ細かいところにどんどん気がついていくっていう。あとドロップアウトしてるやつらのね、うん、感じ。そうね、うん、子供があの壁の方にずっと動かない子供がいるみたいなのも必ず話題になりますから。なるね、今日3人いたよみたいな、そうそうそう、みたいな、うちの子はどっちかねーみたいな。言う、絶対言うわ、それ。これはもう 100% あるんです、ね、言うね、うん。まあ、なんかそういうね、日常送ってる中で、はい、これだけはじゃあもうやめたいっていうのを正直に言ってみようぜと、うんうん、育児の何が嫌だっていう、これが嫌だっていう、嫌だね、うん、嫌だ。なんかじゃあお寿司さんからいきますか。俺はね1個ありますよ。お寿司さんの方が僕より育児に関わってる期間が長い。俺は家にずっとあの仕事も家にいるんで、ね、フリーだし、そうなんで、フリーにいているんで、これはもう嫌度はだいぶ、そう、割と関わってるんで、うん、ね、俺の嫌なのは、うん、離乳食を食べさせること。あー、なるほど、嫌なんだ俺離乳食ね。うん、やだとは言ってないんだけど、うん、この嫁がやってくんねえかなーって思いながら、基本的にやってくれんのよ、うちの奥さんは。そうなんですけど、うん、だけどやっぱあの手が困ってる時は、うん、開けといてって言われるんだけど、うん、なんかさ、
うまそうにパクパク食べてくれんだったらさ、うんね、それはいいけどさ、もうすげえ嫌そうなんだよ。あーなんかもう感触を起こすとか、そうそう、あーとか、うわーっってさありますよね、手で皿ひっくり返ってそうそうそうとかでさ、なんか、うん、大丈夫かなこれ、うん、なんか嫌な、嫌じゃなくて変なもんあげてんじゃねえかなとかいう気持ち、不安になったりとかね。なるほどなるほど、離乳食が確かに結構負担でかいっすよね。あれはあれ精神的によく奥さんたちはあの、うん、本当にそもそも作るのがやっぱ一番大変だと思うんだよね。もうあれもうやめちゃってさ、うん、なんか注射みたいな首筋にドカーッと打ち込んでうんって出ねえかなそれ赤ちゃん本舗とかで赤ちゃん本舗首筋に打ち込む注射そうそうそう、これで一日の栄養を一日全部これ全部これで込みっつってそれ俺使うわなんだかんだでいやこれは良くないよとか言いながら、うん、いやなんだかんだもう打っちゃう打っちゃう打っちゃう、あ、いいね、全く健康に害はないとそうただちょっとうっっていう刺された瞬間うって言うけど、でもまあ子供にとっちゃ良くないんだろうね、それが食事だって思っちゃって絶対もうずっと首に打ち続けちゃう首に打つ子供になっちゃうからねそれはまあ教育上は良くないんだろうねまあね、だから本当でもそれなってほしいと思うぐらいあれはもう嫌だ。離乳食ってあの自分で仕込みます？あのうちの奥さんが仕込んでますね。あ、おじさん仕込まん？俺は全然やって、そのノータッチ。僕結構仕込むんです。お、マジで？仕込み派なんですけど。すごいね。なんかあんまりその市販のがなんかあんま食いつきが良くないから、ああ仕込んだ方がなんかよく食べるんでついつい仕込むんですけど。何を仕込んでるんですか？まあ、例えば、うん、これ本当に面白さないんで本当に面白さないけど、うん、あの鶏肉と豆腐と玉ねぎを練った肉団子とか、うん、やだこんなの作ってんだ原宿さんが、ね、あと野菜をさ煮たりとかさ、仕込んで、すごいね、それすごいやってる方じゃない、その育児。そうなんですかね。夜会社から帰ってきた後やってるってこと？うん、なんかそれはなかなかすごいな、育児を育面度合い高いじゃないですか。いや、いいですね。褒められるとまたちょっといや褒められてるのか、こうおもころ的に価値を下げてるのかはわからないですけどね。いやいや、もう僕育児サイトもう作る育児サイト作ってくれる。いよいよとなったらもう育児の方に舵切ってねおもころから育児に舵切ったらすごいなあ、じゃあすごいな、結構な会社行ってる人でそれやってる人いないと思うけどね俺。あ、そうなの？だって俺ですら家にずっといる俺ですらやってないよ。じゃあやめようかな奥さんも喜んでんじゃないですか。あとはやっぱうんこもね。ああ、うんこ俺全然平気。全然平気やん。あ、全然平気。え、もうむしゃむしゃ食べちゃう。いっちゃういっちゃういっちゃういやいやいや、あの手につくぐらいも全然平気だね。あ、本当に。あとなんか、ね、いや、お風呂とか。お風呂はあのまあ嫌ではない、めんどくせえなとは思うけど、うん、あのまあしょうがねえなっていう感じで、うん、まあ嫌じゃないね、ストレスではないかな、うん、そんなに。あと他になんかあります？やだやだやだって思うのは、やだって思うのはね、とにかくね、うん、離乳食がやだっていうのだけなんだよね俺めちゃめちゃ嫌じゃん。そう、なんかこれほんとなんかあれ俺向いてないなこれって思うんだよな、うん、全然食べないってこと？食べる、最初の方は食べるんだけど、うん、なんか途中で嫌になっちゃうし、うん、なんかそもそも人に何か食わすみたいなのがなんか嫌だ人に食わすのが嫌人に食わすのが嫌だ。なんかだから自分自由、タイミング分かんないじゃん。あ、俺のタイミングだとこんぐらいだけどみたいな。あ、で、すっごいゆっくり上げるの大変だし、なんか面白くねえこの行為っていう暇ですよ、ね、暇、すっげえ暇、うん、で、それだけどテレビとかはその時間を見せちゃダメみたいな。気散っちゃうしね。気散っちゃうし。あーねー。でもそのね、嫌じゃないけど、うん、これやってたら結構俺なんか、うん、イクメンの中でもこの上位に入れたんじゃねえかなみたいな行為がいくつかあったんだよね、はいはい、あのね、軽度な軽いところから言うと、はい、あの爪切り。あー、ちっちゃいよねちっちゃいでしょ、子供の爪ちっちゃいよね。そうなの、全然怖くて切れない。怖くて切れないじゃん。俺一切やりません、ね、それでしょ。ゼロです。俺もやってなかったんだけど、うん、となんか俺と二人だけになっちゃった時とかあって、うん、ずっと子供が、うんうん、はい、その時にやっぱ切んなきゃいけないっていう。あ、そっかそっかそっか。痛いし、こっちも引っかかれてみたいな、うん、でので切ってみたら、うん、
まあ、意外とできんのよ割と。そうなんだ、うん、それ専用のハサミとかやってたら全部第一関節なくなって第一関節切ってたとしたらもうそっちの能力を評価するよ俺は。つるっつる旅団のやつみたいな旅団のマシンガンのやつ怖いよなあれ。もう指切っちゃうんじゃないかなって思っちゃう。そうそうそう。でもね意外に動かなきゃ。確かにそれできたらすごいわ男で。ちょっとあるじゃん。あるあるある。そういうことか。そうそうそう。でそれがね俺の中で最初やった時はこれすげえと思ったんだけど、うん、なん他のこといろいろやっていくうちにそれはもう序の口だなと思う、うん、それが序の口だ。序の口。2位がね、うん、2位とか言ってる 3位だった。何位まだ3つなんだけど、うん、2番目が、うん、あのね鼻水水。あーやったことない俺。鼻水水あれねいいよ。あのなんか管みたいなの子供の鼻にグッて刺して、そうそうそうでチュッて吸うと、うん、鼻水がジュルってこう風邪ひいた時に、うん、鼻水ジュルジュルの時にさ、うん、もうこれかわいそうだなと思って、はいはいはい、で嫁さんはよくやってたんだけど、うん、俺はちょっとやってなかったんだけど、うん、俺しかいなかったから、うん、ちょっとやってみようかなっつって、うんうん、おうおうトライトライしてみたのよ、うん、したらめっちゃ気持ちいいのあれ。あれを、うん、チュコ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 って、うんうん、もう鼻水がハンディタイプの掃除機でさ、うん、あの取れなかったとこ掃除してるみたいな感じ。チュ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 って鼻水が溜まってくるとめちゃくちゃ快感で、うん、気持ちいいんだあれ。あれは気持ちいいけどやみつきになっちゃうから、うん、あれやりすぎ注意。やりすぎると脳みそとかそう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 バカになってる。バカになっちゃう。とあれチュッて吸って口にクッて入ったら、うん、絶対風邪ひくんじゃないかな。確かにそうなんないからちゃんとなんないなってるんで。気持ちいいんだあれは。気持ちいいからちょっとあんま強くやんなければぜひ。ちょっとやってみようかな。趣味で一ついけると思う。吸わしてくれよ。そう大きくなっても吸うようになっちゃう。あそれはそれでよりたなるほど。ちょっとやってみたい。それは2つ、うん。1位が、うん、綿棒館長。あーなんかあるね。その子供がうんこ出ない時にやるやつや。そうそうそう、うん、あれをやれた時、うん、俺父親してるなーって思った。そんなでも便秘な時があった。結構便秘になることが多くて、なんか2日ぐらい出てないなっつって、うん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 、でまたすごい泣くのよそういう時って、うんうん、もしかしたら便秘で泣いてるのかもしれないなって。なるほどなるほど。ちょっと出してみるかっつって綿棒を、綿棒にこのねローションみたいなのつけ て, って潤滑油をたっぷりつけて、うん、でもう肛門にスッと、あもう入れちゃう。前立腺刺激して、そう前立腺マッサージのごとく、うん、スッと入れてでクイックイッといっちゃういっちゃう息はしなかった。大丈夫。前立腺が一番気持ちいいな。確かにあれやりすぎると性癖おかしくなりそうだ。回すの綿棒。そう綿棒。クイクイ。怖怖怖。時計回りに、いやどっち回りでもいいのかもしれないけど、回すと、うん、クククって出てくるんだよ。え綿棒か。いやなんかね、なんだそう綿棒が出てくる。うん、でもう、うんこと一緒にジュラーン。そんな出てくるなんかぬるー。ぬるーなんだ。とバババーンじゃない。それは今んとこない。ニュルーな。ニュルーと出てきて、それも気持ちいい。まあ、割と気持ちいい。好きなんじゃん、その。入れるのは嫌だけど、出す方めっちゃ好きじゃん。確かに。確かにそう。出したいんだよな。出したいんじゃん。じゃあ出す方めっちゃやってるね。そんなの俺やったことない。今3つとも俺ゼロだわ、経験。あ、そう。うん。そうだから俺もやってなかったけど、うん、だからこれやるとちょっとなんか確かにそれできたらやっぱすごいね。あとでもなんかお寿司さん時々ツイッター見るんですけど、うん、なんか将来のその娘の姿を想像して泣いちゃうみたいなツイート時々してて気持ち悪いそんな風に思われてんの俺。なんか僕そんな言うの一切思わないから。いやいやそれがでも原宿さんがもう気迫すぎるんでしょ。娘がね、まあもうまあ別に血は繋がっていようが別に別の人間だと思ってるから、うん、究極ね、うん、それは保護者としての責任はありますから、うん、責任は果たすけど、うん、究極はもう別々だから。あまあそうだけどね、うん、いや羨ましいわその感情。だからもう別に好きなね相手と結婚してなんか好きなことやりゃいいしと思ってるから、うん、淡白だから泣くっていう意味がよくわかんない。いや泣くでしょ。どういうことで泣いた。いやだってさ自分ばっかり、うん、自分をだけを頼りにしていた子、うん、あの子が、うんうん、
もうど巣立ちして大人になって自立して、うん、はいはいはい、っていうだけでもう泣けるよね。もう今もちょっと泣きそうな泣き俺多分想像したらすぐ泣くと思う。一番泣いちゃうのは何なんですか。一番泣いちゃうのは、この間ね嫁さんと話したんだけど、はい、泣いちゃう話って何かな、うん、みたいなので、うんうんうん、まあ、子供関係で全部泣くよねみたいな話をしてて、で子供関係でも特に泣くのは、うんうん、親がいなくなっちゃったっていう、どういうことこう考えると泣く。だから親自分たちがってこと。そうそう、要するに今親にべったりなこの子が、まあまあまあ、急に親が2人とも死んじゃうとか、いなもうじゃあねっていなくなっちゃって、まあ、うん、数時間後、うん、部屋の中で隠しカメラで、うん、その子見てる時にむっちゃ泣くと思うよ。すっごい号泣してるんだ多分。子がってこと。そうそうそう、子供が、ね、子供が、まあ、お父さんお母さんって泣いてるところ見たらもうそれを見て自分たちもロンって。そうそうそう、バカじゃん。いや、そういうことでしょ。ポルノじゃん。ポルノじゃない、ポルノではない。泣くためにだってもう確かに感情感情ポルノ、感情を引き出すためのやつ。そうそう、だからまあ泣こうと思えばそれ想像すればすぐ泣けるって話。へえー、あ、そうなんだ。そんな想像してないっていうのは。泣いてないよ、泣く必要一切ないよ。よくだから泣いてる泣けるさ映画とかあるけど、結局一番泣けるのはこれだよねって話をした。ポルノじゃん。そうなんだけどね。あとなんすか、結婚式とか。あ、もう結婚式もね、めちゃくちゃ俺は想像してるね今から。もう結婚式の二次会じゃなくて、あの披露宴、披露宴を想像してる、うん、いやどこで泣くのそこでは。いや、もう最後の手紙はまず間違いなく、まず泣く、まず泣くでしょ。で、あの生い立ちビデオそれ今から想像する。そう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 、この後どうなるか一切わかんないね。この後の、まあ今のところ発信だけど、ビデオまだないまだないけど、もうすでに溜まってるから20分間ぐらいのある、それをもう流してると。そうそう、だから俺写真撮るたびに、うん、ああこれ流せるなって思うもん。結婚しないかもしれないですね。そうなんだよね、結婚しない可能性もあるんだけど、まあでもいい音楽と一緒に、そうそうそう、その当時のなんかすげえ流行ってるさ、うん、なんか、そうそうそう、感動的なやつと一緒に曲もね、今一番さ子供が歌ってる歌にしちゃおうかなとか、うん、今基準で考えてるから。いや、おすいさんが作るわけじゃない。そうなんだ。誰か、だから俺はそいつに、うん、あの連絡取ってこれ入れてくんないっていう。いや、それはうざいわ。それはもう娘サイドに任さないと思う。いそれはさ、本当言いたいけど、うん、あれ作んのって友達じゃない。友達ですよね、まあ、で友達になるとやっぱ学生時代が多いんだよ。あ、そうでしょう。それじゃなくてさ、結婚式ってやっぱ親戚もいっぱいいるわけだから、やっぱ、うん、ちっちゃい頃もっと入れてほしい。いや、もう大体ね、人間が形成されるのはもう学生、中高大学ですから、そこが中心にはなるでしょ。だからもうそれ中心になるんだったら俺にも作らせてほしいよ。俺版も。あ、俺版だいぶ最初の頃の話、初期のそれやってからその学生時代やってほしい。そんな親いないだろ。すごいな。いや、絶対見たいはずだよ、親は。他の親もすごいな、もう泣きっぱなしになっちゃう。いや、ほんと泣く、娘の結婚式泣くだろうな。結構じゃあ細部までもう考えてる。もう考えてるね。だから、まあ、どんなやつと結婚するか分かんないけど、うんうん、とにかく、うん、なんか俺やっぱ一言言いたいかなとか思って。え、どこで言う。スピーチで言うか、うん、余興をやらせてもらうか。親が親は出ない。俺はあの娘を泣かせたい。あー、まあ逆にね、逆に俺も泣くけど娘もな、あの頃思い出してほしいんだ、子供の頃。あ、じゃあ 何を仕掛ける。親と俺はだからギターを持って行って今おいし、あの、よく歌ってる、娘が歌ってる曲を、まあ、例えば、まあ、今だったらアンパンマンとかな。アンパンマンマジ。サンサンサン。え、弾き語りで、ね、つまんねえ。3万丸ゾーンだ、その式。何これ。いや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 、俺ら世代のやつはみんな感動してるから。すごいな。で、君の好きだ、こんな曲歌ってたよな、覚えてるかっつって。親父が。わあ、まあでもある中もね、そういう式もね。そうで、歌いながら、うん、その時撮った動画が、うん、あ、流れてくる。そう、出てくる。ホームビデオみたいなやつが。で、キャハハってすっげえ笑ってる娘の映像が出てくるの。うんうん、もう泣けるわー。勇
雪の鈴がり。そんな格好つけて歌わないの。すごい式だなそれ。いやそれを想像して泣くんだ。そうそうそう、あーよかったみたいな。そうよかったっていうか、やっぱそれぐらいしないともったいないって、うん、なるほど、もったいない、結婚式がもったいない。すごいな、大丈夫ですかこれ、なんか気持ち悪くなってます。いや分かんないですけど、でもな、お寿司さんのその育児へのというか娘への愛がやっぱね、偏愛愛があるからこそどっかで突き放さなきゃいけないかなとは思ってるんだよね。あ、なるほどね、うん、好きだからこそやっぱり自立させなきゃと。そうそう、 やっぱね、大人になった時に過保護なやつ、なんかダメなやつだったら、うん、かわいそうだからね、そいつが。それはどっかでやっぱ言わなきゃいけないでしょう。そうなんだな、子離れ、子離れしないとね。今しよう。いやいや早いでしょ、まだまだ早いよ。まあ、たまにはこういう育児の話も聞いてる人もね、育児の傍ら聞いてる人もいると思う。そうですよ、そうですよ、やっぱり、うん、こういう話もいいんじゃないかな。たまにはね、ね、うん、まあ、和光堂のぐんぐん飲ませながら聞いてる人もいるかもしれない。フォローアップミルクぐんぐんタイプとなんか分かれるからね、うん、なんかもう一個ありますけど、これはあの微笑みたい、微笑みとか。というわけで、今週もメールに行きたいと思います。はい、いる人、ではね、山椒魚泥棒さん。あ、ダメだよ盗んじゃね、天然記念物なんでね。盗まないようにしてほしいんですけど、山椒魚泥棒さんのいる人、うん、普通にマック行ったって言えばいいのに、わざわざ久々にをつける人。ああ、わかる。いるな、確かにいるな。ね、うん、でも普段の俺じゃないんだけどね。普段のマックとかでは食わないけど、うん、たまにやっぱ食うとうまいよね、うん、みたいな。そうそう、たまに行くからこそ見えたんですわ。どんだけ嫌いなんだよそいつのこと。まあ本当にね、久々に行ったんでしょうけど、うん、でもなんかやっぱ久々にとかつけちゃう時あるよね。別にまあ情報としてはさ、うん、いらないじゃいらないなんだけど、うん、なんか久々に行ってさみたいな入りあるよね。あるある。なんだろう、自分がその久々にを言うタイミングみたいなのを考えると、うん、このいる人の気持ちも見えてくるから。おお、なるほど。こないだ久々にゲーセン行ってさ。おお、ゲーセン行った。あ、どうした。あれ今ないのね、じゃんけんゲーム。いやね、いやねえよ。じゃんけんポン負けって。あの、ポンから負け、あ、ズコだ。じゃんけんポンズコっていう、あの、あれね、ポンからズコへのあの落差。あれがやっぱ良かった。良かったけど、あれゲーセンにあるもんなの、あれ。あれってなんか洋華堂とかにあるイメージがあるけど、ね、そうか、そうだ。スーパーの4階とかにある。そう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 、うん、久々に。バーでも久々にっていう人は、うん、その普段は行かないんだけど、だからやっぱちょっと、やっぱり、あ、マックちょっと一個下に見てんのかなみたいな。そうだよね、あんなにうまいのにね、マックって。マックはうまいよ、ビッグマックって。うん、俺ビッグマックよりうまいものを食うことって、うん、もうないと思う、人生で。これ本当に真剣な話なんだけど。いやいやいや、マジでビッグマックよりうまいなって思うことってないと思う。あるよ、ステーキは。そのうまさってでもさ、まあ、なんか究極そのもう金を積めば手に入るうまさってなんかなんだろうって思っちゃうのよ。だってそのうまさって共通語になりえないうまさじゃん、なんか。あ、まあ、そいつだけはもう知ってんのかもしれないけど、うん、みんなと喜びを分かち合えるレベルのうまさとしてビッグマック以上のものってもう出ないんじゃないかな。この世に。そんなことないでしょ。この世に生み落とされない。ビッグマック以上にうまいものって、これから生み落とされるのは確かに大変かもな。これからビッグマックをあの値段で超えようとしたら、うんうん、もう無理じゃない、不可能だと思う俺。ああ、それ確かに、それはそうかもしれない、うん、まあ、人によってはまあ吉野家とかかもしれないけど、うん、もう完成されてると思うあれは。あの値段のあのうまさの上限を超えることはもうない、人類が。もう終わりの時代です今。
いやじゃあもうビッグマック最強ずっとビッグマックでも平気あとはもうビッグマックがアップデートされていくだけ細かく細かーくWindows アップデートみたいな何これっていうアップデートをしていくだけあと、うん、いやまあ確かにビッグマックはうまいけどねいやうまいよねなんか喜びが違うくない口に入れた時の喜び確かにいやどうなの夜いや夜夕飯じゃビッグマックできたらどうするんですかいやめっちゃ嬉しいそうでしょ最高じゃんマジで、まあ、冷えてたらちょっとやっぱねいやもう暑いできたてのビッグマック出来たてのビッグマックほどうまいもんありまっかいやあります貝ってあれのことビッグマックとポテトを食ってコーラを飲むっていうのもあれですか確かにそれはすごいなただマックのポテトの最初のうまさって何なんだろうねあれいや本当に飛び抜けてるよ飛び抜けてるのあれは確かにすごいよでもなんか時間が経った時の、うん、あのマックのポテトのうまくなくなった感後半ちょっともう惰性にはなってるよねあれはねあれもうタヌキに化かされてたぐらいの騙されてたんだよ、ね、そうそうそう気づいたら周り荒野でさあと食った後むちゃくちゃ眠くなるのよマックのその知らねえわセットの食った後もう一切何もやる気起こんないもう満ち足りちゃってそう食遍歴がおかしすぎるわそれすごい、まあ、久々に行ったやつもこういう話するかもああそうだマックうまいすぎるからなもうそこまででもないと俺は思うでも次のいる人も読んどきますかねあと1個読みましょうはい、いる人ブラストポゴティヌスさん何どういう意味ギリシャ時代のなんか元老院の人です、ブラストポゴティヌスさんのいる人コンビニの店員に挨拶するジジイいいだろうよジジイ限定になっちゃういるけど確かにさフレンドリーなお客っているよね、なんか。いるいるいる。やったら話しかけてくんな、みたいな。ああ。いるから何なんだ結構、困りますよね。店員側からしたら困るよ。こっちはやっぱシステマチックにやりたいんですよ。僕、コンビニでバイトしてたからわかるけど、やっぱこっちはもうシステムの一部でありたいっていう気持ちしかなくて、そう地域で交流とか目指してないから、うん、そうなの。こっちはもう機械ですからね、っていう。本当そうだよね、うん、そのでも機械に人を求めてくるから、うん、ちょっと困るんですよ、うん、こういう人ってわかるわかる、うん、なんかそういうあの地域の話とかいいんで僕機械なんでお前機械じゃねえよお前はそのもうシフトの間はもう機械なんですよコンビニの店員なんてもんはじゃあ無視すんの無視は無視は無理ですよ無視は無理だけど、うん、あそうなんすかあそうですねやっぱりねみたいなジジイもそんな会話だったらもうすんじゃねえよって思うよね諦めろよってねもうべったりしてくる人はやっぱいますよねいるいるいるなんか妙に仲いい人たちいるじゃん、うん、よく行きつけのコンビニとかでさ、うん、行くとさ、うん、店員さんとジジイがよくさ、うん、この間あれさダメだったよみたいな話 してたりする あるかもあるあれどういう仲なんだろうなって思うよね確かまあでも常連ですよねもう毎日来る人はやっぱりああなっちゃうんですかねなっちゃうかな、うん、俺もコンビニで働いてた時あるんだけどさ、うん、毎日来るやつはやっぱいるじゃんでも毎日来るけど、うん、同じ人はいるよねそのあこの人もルーチンの一つとしてしかもうやってないな確かに確かにそこのすごい信頼関係はすごいですよこっちもルーチンだからあ確かにね、うん、向こうもやっぱ心地いいんだよ何もしないのが何もしないのがいいルーチンで思い出したけど、うん、俺寿司屋のバイトして配達してた時に、うんうんうん、いつも頼む常連の毎週のように頼む人がいて、うんうんうん、何も喋んないのこっち側もう分かってて何も喋らないのもう行って事務的に渡してもらってくるっていうだけの行為を、うんうんうん、もう何年も続けてる人がいて、うんうん、その人に対して新人が行くことになっておうおうおう新人そのこと知らなくてさ、うん、新人やたら喋るやつだったの、うん、でその人がすごい常連だってことはしてて、うんうん、店の中でも話題になってた、うんうん、あの人の奥の部屋見たことあるみたいなあいい、ね、そういう会話になってたんだけど、うんそしたらそいつがさ、すっげえ話しかけちゃったの、その。うわー世界を、秩序を乱したのよ。乱すなよ。そしたらさ、その人、急に話しかけられたもんだから、うん、びっくりしちゃったみたいで、あ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 
そうなっちゃうんだって、もうルーチンなんだから。なんかあーってなっちゃってましたよって言って言ってて、お前なんてこの性格だよって美しい世界だったのに、そこまでは。そしたら本当に次の週から来なくなっちゃった。そうなっちゃうよ。かわいそうに、もうあいつをひどいことしたよ。だ、機械同士なんだからさ、そこの関係、それが美しい無駄のない世界なんだから。そうだよね。そこでなんか余計な感情とか入れちゃったらもう、あ、あ、あその話はめちゃくちゃ笑ったけどね。それがもう最大の収穫になっちゃう。もう終わりだよ。終わりだよ。最大の実がなって終わったよ。それでもう終わっちゃうからさ。もうルーチンはルーチンでも生きようよ。そうなのよ。いらないよ。挨拶とかいらないからね、コンビニとかでね。っていうわけで、ね。まあこのラジオもじゃあルーチンとして今後もねやっていきますか。ルーチンになってるね。あ、そうなんだ、あれじゃないですか。あ、そうなんですよ。ちょっと告知が1個あるんですけど、はい、9月9日土曜日12時半から12時半、昼の12時半おもころラジオイベントをやります。わっしょいおもころラジオ祭りっていうまあこれあのおもころね、ラジオ月から日までやってますけど、はい、まあそのパーソナリティが一堂に会して、ええ、まあ、このおもころラジオも始まって1年半ぐらい経つんですかね。そうですね。その間の中で、うん、まあ1年半も経つんで、ちょっとみんなで集まっていろいろ話して、うん、今後どうしようかねとか、このラジオのここなんかもっとこうしたらいいんじゃないのとか、うんうん、ともしかしたら終わってしまう番組なんかも出ちゃったりするかもねと。恐ろしいな。恐ろしいことですよ。もしかしたら僕らがまあ、生贄にされるその最たる存在な気がしてならないけど、最右翼かもしれないですけど、それが、渋谷のロフトプラス9というね、はいはい、まあ、去年やったところね、去年もやりましたけど、そこでありますんで、もう多分チケットも発売してると思いますんで、はい、ラジオページに、うん、リンクなど貼りますので、ぜひお暇な方は。昼だからね。昼ですから、もう終わった後からでも飲みに行けちゃったりするんでね。そうですよ、一番いいじゃないですかね。うん、しかも9月9日なんて、まあ別にどうでもいいでしょ。何もないでしょ。何にも無の日だよね。何にもないですから、うん、ぜひいらっしゃってくださいと、はい、いうことで、本日はこの辺でありがとうございました、はい、ありがとうございました。アリチャアリアワー。